エーベルスバルデトロリーバスは、ドイツの都市、エーベルスバルデ市内に存在するトロリーバス。2020年時点で、ドイツに残存する3つのトロリーバス路線の一つで、バルニマーバス有限会社によって運営されている。エーベルスバルデで最初に営業運転を実施したトロリーバスは、1901年3月22日に、アルセンプラッツからエーベルスバルデ駅を結ぶ路線であった。だが、 当時のトロリーバスの技術が未発達の段階であったことからわずか数ヶ月で営業運転を中止する事態となり車両や施設はデンマークへ譲渡されたその後1910年代に市営の発電所が完成したのを機にエーベルスバルデに路面電車を建設する計画が立ち上がったものの増加する需要に対応できない可能性が指摘され最終的にトロリーバスを再度導入することが 決定し、1940年11月3日から営業運転を開始した。その後、利用客の増加に対応するため1942年から東ドイツ時代の1985年まではトレーラーを連結する運用も存在したが、同年に営業運転を開始した連接バスへ置き換えられ、姿を消している。2021年現在、エーベルスバルデトロリーバスは、 以下の2系統で運行している。トロリーの182021年現在、エーベルスバルでトロリーバスでは、ソラリス、セゲレツで2010年から2012年に製造された、ノンステップ連接バスであるトロリーの18が、使用されている。これは、河川からの終電に加えて内蔵されている、リチウムイオン充電池に蓄えられた電力でも、走行できる構造になっている車両であり、 河川が存在しない区間でも温室効果ガスを排出することなく営業運転が可能である。この車両以前に使用されていた歴代の車両の一部についてはベルリン歴史交通保存協会による胴体保存が実施されている。また引退後たと市へ譲渡された車両も多く、トロリーの18導入以前に使用されていた12両の ノンストップ連接バスについては2011年から2012年にかけて全社ハンガリーのブダペストへ上渡されている。ありがとうございます。